あいこです。今回はくびれをメイク。臨時休業期間限定配信でおうちトレーニングをご紹介しています。今回はお尻の外側をトレーニングしていきます。お尻トレーニングはヒップアップとか、あと太ももとお尻の境目を作るっていうところを目標にされる方が多いんですけれども、お尻の外側を鍛えることで後ろ姿が魅力的な丸いヒップをメイクしたり、くびれたウエストを際立たせてくれます。それではレッツエクササイズ。はい、今回行うトレーニングは3種目です。そのうちの2つは今から床で行うヒップアブダクションです。そしてそのアレンジバージョンも行っていきますので、この2種類続けていきましょう。それでは横向きに寝転がります。寝転がったら肘は立てておきましょう。今床に当たっている肘、足の股関節の骨、痛い時はマットもしくはタオルを敷いておいてください。膝は曲げています。だいたい曲げ方直角90度です。そして今支えている肘、足の股関節、足首一直線になるように確認します。上半身は下へと落ちないようにしっかりと引き上げておきます。上半身も一直線です。首を長く伸ばします。上側の手軽く床に置いて添えておきましょう。上の足持ち上げて伸ばします。床と平行です。この時足首の力は緩めておきます。ここから上に持ち上げます。持ち上げる角度は上半身一直線保てる程度、上げすぎると下へと落ちてしまうので、まっすぐ保てるところまで持ち上げて床と平行まで下ろします。2秒で上げて2秒で下ろしていきましょう。それでは10回いきます。せーの、1、2、3、4、2、3、4、5、2、3、4、6、2、3、4、7、2、3、4、8、2、3、4、9、2、3、4、10、2、3、4。はい、続けてアレンジバージョン。このまま床と平行のままで前へと移動します。この時下側の足の太ももの角度と同じ方向へと伸ばします。ここで同じように持ち上げましょう。上半身保って10回、せーの、1、2、3、4、2、3、4、5、2、3、4、6、2、3、4、7、2、3、4、8、2、3、4、9、2、3、ラスト12、3、4。はい、お疲れ様でした。続いてサイドヒップレイズという種目、四つん這いになります。両手のつく位置は肩幅、腕の付け根の真下についています。両足は腰幅、股関節の真下に膝がつくようにしています。意識が抜けるとドスーンと腰が反ってお腹落ちやすいです。内臓が落ちないようにお腹で引き上げていきましょう。できるだけまっすぐになるように保っておきます。そこから片足の膝を浮かせて開いていく種目になります。そーっと下ろします。できるだけ体傾かないようにするんですが、どうしてもこれ開いてしまうので、できるだけでいいです。まっすぐ保ちながら膝だけを開くようにいきましょう。
2秒で上げて2秒で下ろします。いきます、せーの、1、2、3、4、2、2、3、4、2、3、4、2、3、4、5、2、3、4、6、2、3、4、7、2、3、4、9、2、3、4、ラスト12、3、4。 Yes! お疲れ様でした。いろんな種目を組み合わせながら、どこから見ても立体的な丸いヒップボディメイクしていきましょう。このチャンネルではユナイトのジュンさんとアイコがボディメイクを通じて様々なチャレンジをしてまいります。面白かったらグッドボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次回をお楽しみに。またねー。